木葉萌奈さん、田山日和さん、ご準備をお願いします。はい、準備ができたら始めてください。皆さんは石垣島に行ったことがありますか？亜熱帯性の森、マングローブ、サンゴ礁、長い年月をかけて多様性の高い独自の生態系が育まれてきた島です。石垣島の新空港はここ、市街地はここ、茨沼中学校はここ、そして私たち2人はここに住んでいます。そんな石垣島も近年、生態系のバランスが崩れかけています。その原因の一つが、外来生物問題です。観賞用のインドクジャクやグリーンイグアナで生活し、最近では農作物に被害も与えています。この中南米原産のオオヒキガエルも、石垣島にいる外来生物の一つです。30年ほど前に、サトウキビの害虫を駆除する目的で十数匹が放され、今では推計5万匹とも言われています。私たちの茨沼中学校では5年前からこの外来生物問題、特に身近なオオヒキガエルを教材とした環境学習が始まりました。これが1年生が学習する授業のプログラムです。5回の授業を通して段階的に学ぶ内容になっています。では私たちの授業風景を紹介していきます。プログラム1、外来生物って何だろう。外来生物に関する基礎的な知識を学び、島の中の食物連鎖の仕組み、バランスについても考えました。侵略者というゲームでは、在来のカエルが繁殖力の強い外来のカエルに繁殖地を乗っ取られていく様子を体験しました。次はプログラム2、オオヒキガエル捕獲作戦です。夜間に校庭や学校周辺でオオヒキガエルの駆除を行いました。この日捕獲したカエルは後日行う解剖のために冷凍保存しておきました。次はプログラム3、オオヒキガエル解剖調査です。冷凍していたカエルを解剖し、いない幼物を調べました。最初は気持ち悪かったけど、カエルの胃の中からいろんな生き物が出てくるので、だんだん面白くなりました。ヤスデ、ゴキブリ、ホタル、コガネムシなど19種類の生き物が確認できました。最後は校庭に穴を掘って埋めて、みんなで合唱しました。次はプログラム4、外来生物会議です。架空の島を舞台に、農作物の害虫駆除のために外来のカエルを導入するかどうかみんなで考えました。話し合いの中でどんな考えにも欠点があることが分かりました。最後は勝ち負けみたいになって結論は出なかったけど、いろんな意見を聞きながら議論することは大切だなと思いました。最後はプログラム5、伝えよう外来生物のことです。近くの小学校で外来生物の出前授業を行いました。小学生が理解しやすいようにクイズと劇で説明しました。難しい言葉を分かりやすくするにはどうしたらいいか悩みましたが、当日は小学生も笑ってくれたり、質問もたくさん出て嬉しかったです。でもちゃんと伝わったかちょっと心配でした。この5回の授業を通して、オオヒキガエルが島の生態系に影響を与えていること、そしてオオヒキガエル自身が悪いわけではないこと、外来生物の問題が複雑で難しいことがよくわかりました。小さい頃、私たちは泥んこになりながらガサミを取ったり、夜ヤシガニを探したり、サガリバナを見ながら散歩したり、
当たり前にある自然の中で育ってきました。とても落ち着くこの風景が大好きです。でもこの風景がいつまであるか分かりません。これからは周りの生物や環境のことをもっと気にかけて生活しようと思います。そして後輩たちもこのことを続けて学んでいってほしいです。ご清聴ありがとうございます。